はい、今日の晩ご飯です。もう安定の日本経営の唐揚げ弁当ですね。今から買いたいと思います。今日の晩ご飯ですね。唐揚げ弁当、いつも通り栄養価は全然なさそうですね。今から食したいと思います。こっちは後日用の唐揚げ弁当動画です。今蓋開けたんですけど、皆さん見てください。シンプルっすね。あとね、こういうのって結構キャベツとか入ってるイメージあるんですけど、なんもないんすよ。これが西武ドームの唐揚げ弁当です。ただ味は美味しいんで、ぜひ皆さん食べてみてください。それでは